台湾第4原子力発電所とは台湾に北市三次領区にある台湾電力が運営する原子力発電所である。正式名称は流門発電所だが台湾では一般に各4と呼ばれる。開発独裁による経済成長に伴い台湾で4番目の原発として計画された北部の原子力発電所である。直接の受注元はゼネラルエレクトリックであるが、 1>, 1号機原子炉が日立製作所、2号機原子炉が東芝、各発電機が三菱重工業による日本からの輸出原発である。住民の反対や工事上のトラブルにより建設は滞っている。当初の計画では1号機は2006年、2号機は2007年の営業運転開始が予定されていた。バイエ政権下、民国紀元100年となる2011年に、 建国100年行事として運転開始を目指していたが、1号機中央制御室火災により延期された。2012年3月30日には、台湾電力が相次ぐ工事上のトラブルの自力解決を断念、日立製作所など日米の原発関連企業に全面支援を求めていると報道された。2013年2月25日には、 よろし市カバ行政委員長により台湾全住民による住民投票で建設の是非を問う方針が明らかにされた。台湾で公民投票と呼ばれるこの住民投票は全有権者の過半数以上が参加し、その過半数が賛成することで成立する。この公民投票を前に2013年3月9日には台北をはじめ各地で大規模なデモが行われ、 主催者発表で、計10万人超が参加した。このデモはモデルで女優のリン・チー・リンラが呼びかけ、俳優のイーサン・ルアン、チャン・チェン、ティファニー・シュー、イノーウ・セイヤ、映画監督のニュー・チェンザー、ウー、ニエン・ジェンラーも参加した。2014年4月27日に、バー A 級相当は1号機の稼働凍結と2号機の工事停止を表明したが、28日の会見で、 よろしかば行政委員長は、第4原発の封鎖や工事中止の方針は、原発のプロジェクト中止や廃棄を意味するものではないと、述べた。2015年7月1日に、正式に建設が凍結された。台湾電力は、凍結期間を3年、計34億台湾元をかけて、危機を維持する予定としたが、建設中止を求める市民団体はこれを、無駄遣いと批判した。 2015年9月建設契約を受け負っているゼネラルエレクトリックは台湾電力に実施済み作業分の支払いを求めて国際商業会議所香港支部で国際仲裁裁判所の調停を申し入れた政権交代した蔡英文総統は民進党の当税である脱原発を鮮明にしており2025年までに原子力発電全廃を目指す 脱原発法を2017年1月11日に成立させた。反対派の主張として以下のようなものがある。日本から輸出された台湾第四原子力発電所とその歴史的権威を示す事項を含んだ台湾の年表。ありがとうございます。